エフゲニー・フィリポビチ・イワノフスキーは、ソ連の軍人、上級大将、モギリョフ県、チェレヤ村出身。1936年から赤軍に入り、1938年、サラトフ装甲戦車学校を卒業。1939年、ポーランド侵攻、冬戦争に従軍。独ソ戦時、装甲戦車兵軍事アカデミーの促成過程を終了し、 1941年10月から、戦車中隊長、大隊長、戦車旅団参謀次長、戦車軍団参謀部の情報課長、作戦課長、自走法連隊長を歴任。モスクワの戦い、スターリングラード攻防戦、クルスクの戦い、ドニエプルの戦い、ウクライナ、ポーランドの解放、東プロシア作戦、オーデルトカ作戦に参加。戦後は、 軍参謀部下長、自走砲担当時ロロシア軍管区総甲戦車、機械化兵副司令官、戦車師団参謀長、師団長を経て、1958年に参謀本部アカデミーを卒業した後、極東軍管区参謀第一次長、軍司令官、モスクワ軍管区第一副司令官、モスクワ軍管区司令官を歴任。1972年7月から中毒ソビエト軍。 集団総司令官。1971年4月からソ連共産党中央委員会委員。第8期、第9期ソ連最高会議大議員。晩年はモスクワで過ごした。死後は市内のノボデビチ墓地に葬られた。回顧録を一作残している。ファイ、ゼー、1984ゼー、ゼー、35516069、ゼー。 3159万5575税、1164万8828税、1983万4876ありがとうございます。